京都競馬場のこの光景も今日で見納めです。40年の歴史に幕を下ろすメインスタンドのグランドスワン、ミスター CB からコントレールまでの三冠の瞬間をはじめ数々の名シーンを見守ってきました。そういえばアーモンドアイの三冠もそうでしたね。改修工事を経て2年半後に生まれ変わります。解説の高橋健二さん、ちょっとやっぱり寂しいですよね。そうですね、今ちょっと実感が湧いてきました ね。いろいろ思い出が詰まってますからね、はい。その京都競馬場改修前の芝のラストレース、カシオペアステークス、高橋さん本命は？そうですね、ランブリングアレですね、はい。前走の小倉記念は小回りコース特有のね、出入りの激しい展開に巻き込まれてしまったので、6着でも評価を落とす内容ではなかったと思います、はい。今日はね、休養効果も見込める馬体重ですね。そうですね、京都が5004連体という得意なコース、さあカシオペアステークスゲートイン完了です。今飛び出しました。久々栗の大和の方がいいスタートを切りました。反対にブレーキングドーンが後ろからです。外からピンクの帽子、緑の勝負服、栗の大和の方でしょうか。内から里のフェイバー行きました。久々里のフェイバー先頭、カリビアンゴールド、内からコスモカレンドラ、あるいはランブリングアレーです。あ、固まりました。18頭です。先頭からご紹介していきます。先頭は6番の里のフェイバー、半馬身のリードです。2番手7番のカリビアンゴールド、国の大和の方です。真ん中は3番のランブリングアレー、それからコスモカレンドラ、外の方から14番のレッドガランです。それから13番のバルディゼール、内から4番ブレイキングドーン、並んでボッテリーニ、一番外はノーブルマーズ、その後方から10番はクラージュゲリエ、内からワンダープチュック、オールフォーラブ、真ん中バンケドミンゴ、後方ですが1番のアドマイヤアルバ、それから帝王ビクトリーがいて9番のワイプティアーズ、最後方からアメリカズカップ、こういった体制になりました。この淀の坂越えもしばしの見納めということになります。さあ、高低差 4.3 メートル、坂の頂上から最初の線、59秒3で行きました。7番のカリビアンゴールドが2番手、栗の大和の王が3番手、それから3番のランブリングアレーがいて、コスモカレンドラ、外からレッドガランです。その後方ですが、クラージュゲリエ、ノーブルマーズ、バルディゼール、内からブレーキングドーン、あるいはポッテリーニ、外からオールフォーラブ、バンテドミンゴ、ワンダープチュック、最内からアドマイヤアルバ、アメリカズカップ、帝王ビクトリー、最後方ワイプティアーズ。さあ、直線コースの攻防、里のフェイバー粘っているが、外の方からランブリングアレー、あるいは内の方からコスモカレンドラ、ポッテリーニも追い込んできた。先頭はこれカリビアンゴールド、一番外からレッドガランも追い込んだ。先頭ランブリングアレーに変わるが、内の方からボッテリーに、さらには里のフェイバー粘っている。さあ、ランブリングアレーが先頭に変わった。そして2番手ですがボッテリーに、3番手です熾烈ですがバンケドミング3番手に上がってくるランブリングアレーです。そして2着にボッテリーに、3番手外から猛然と追い込んできましたけれども、ボッテリーニとランブリングアレーというね、この1、2着というところなんですが、1分46秒1の勝ちタイム。まあ、これ高橋さんも本命に押されていたランブリングアレー、ババの真ん中から伸びてきて、それを内の方から8番のボッテリーに、最後外からバンテドミンゴという対戦になりました。強い競馬でしたね。そうですね、まあ、終始序盤から、ね、うまくこう流れに乗せて、手応えも、ね、本当にちょっと追い出しを待つぐらい余裕がありましたので、今日のレースは本当に見ていて安心感がありましたね、この先重賞に出ていっても勝負できる馬だと思います。はい、ということでランブリングアレーがカシオペアステークスを制しました。